南区にあるスーパー。現在の卵の価格は今税抜きの259円で売ってますけども、激安が売りの人気スーパーも苦しい状況は続いているようです。去年とかだとこの時期はもう159円とか、ちょっと夏場になって値段が下がると139円とか、あれぐらいで売ってる時期なので、やっぱり倍ぐらいの状況ではありますね。未だに卵価格が下落に転じるというニュースにも表情は晴れません。ずっと特売でやってたもんですから、中間業者とか生産者の方たちがやっぱりかなり疲弊していまして、でこれ今回のこの卵不足を皮切りに各社が適正な利幅を取り始めるんじゃないかなという感じもちょっとしていまして、やっぱある程度利益の確保っていう意味でも、そう簡単には下げることができない状況でもあると思いますので、お客さんにはちょっともうちょっと辛抱してもらうしかないのかなという気はしています。このスーパーを利用するお客さんは、そう高いよね。ね、うん、この間250円の時超えたけど、今日6円上がっとったね。どうしても商売でいるから、もうね、上がっても使わなくちゃいけないから、しょうがないですよね。もう往生してます。